それはいい。そちらで起きている連続殺人のニュースを把握しているかね。一応は。ならば話は早い。殺されたのはいずれも魔術協会の者だ。なるほどね。シギショアラに配備されていた魔術師、その全員が殺されている。サーヴァントの仕業と見ていい。トゥリファスでなくこちらというのは妙だが、ん？魂食いか。ああ、サーヴァントといえども使い魔だ。その膨大な魔力は供給源を必要とする。シロー神父の見解は？彼は赤のサーヴァントは全員集結しており、魂食いも行っていないと言っている。ユグド・ミレニアが自分の領地でやるには派手すぎる。第三者か。すでにこの事件による被害者は10人を超え、警察は広域警戒態勢を敷いて捜査を開始しています。いずれにせよ、これは神秘の陰徳という魔術協会の主義に真っ向から反している。なるほど、確かにこいつは俺の仕事だ。